はい、皆さんこんにちは。本日はですね、またまた T45 使いまして8ちゃん関空でやっていきたいと思います。場所につきましてはサンフランシスコの西沖にある病場になります。で、前回ですね、羽田空港で離着訓練やってみました。やはりかなり仕上がった機体なので、本日の8ちゃん関空練もかなり期待できるんですけど、やっていきたいなと思います。で、前回ですね、言いましたけど、パイロンを装着することができます。現在翼下にはもう何もついてない状況なんですけど、このフュエルのところでペイロードをちょっと増やすとですね、パイロンつきます。で、センタータンクもつきますね。これちょっと雰囲気出ますね。やはりパイロンついてセンタータンクがつくと、下のゴツゴツ感が、まあ訓練機とはいえですね、戦闘機感を出させてくれます。では発艦していきたいと思います。おお、これ開けた感じもいいですね。 T4 みたい。ブレイクスルーキャノピーで上にね、キャノピーの上面に回復がついてですね、射出するときはまずこのキャノピーが割れて、で、射出ですがその割れた穴から出ていくというブレイクスルータイプですね。エンジンのかけ方とかにつきてはもうほぼですね、MB339 と一緒ですね。もうほぼほぼ同じです。で、パワー落とします。で、キャノピーしてみますね。はい、キャノピー閉まりました。じゃあバー上げます。ランチバー上げました。では離陸していきます。ギャラクラップアップ。いやー、やはりかっこいい。まずですね、せっかくサンフランシスコ正面にゴールデンゲートブリッジありますんで、美しいサンフランシスコの街を見てからまた戻ってですね、着艦していきたいと思います。この飛行機を操縦するのって本当に楽しいですね。F15 はちょっと残念なところがあったんですけど、このディテールからして、これ眺めてるだけでもかっこいいですからね。いや、いいですね。やっぱり最高。サンフランシスコはだいぶ昔に来ましたね。どうでしょう、前回アメリカ国内を飛んだ時にかなりの出来だったので、細部まで作られていることを願うんですけど、どうですかね。ゴールデンゲートブリッジ見えてきましたけど、結構できてるんじゃないですか、ゴールデンゲートブリッジも。おー、これ昔行きましたね。
お、綺麗綺麗。これアルカトラスですね。昔の刑務所ですね。ああ、近くに行くとできてくる。ああ、ちゃんとできてますね。うん、できてるできてる。ここからですね、サンフランシスコの街に行ってみたいと思います。フィッシャーマンズワーフとかできてるのかな。でもできてるでしょうね。アメリカの主要な都市なんで作り込んでるとは思うんですけどね。あー、ここかな。この左のあたりですかね。おそらくですけど。かな、もう記憶が。このあたりかな。あー、できてきた、できてきた。あー、近づくと、ちょっと今通信速度が遅いんで。この辺りですね。はい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 。あれ、こっち。うわ、やっぱりすごいわ。サンフランシスコすごいできてますね。うわ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 、やっぱり。いや、すごいですね。やはりね、この飛行機下にね、パイロンついてたのがだいぶかっこいい。うわ、すごい出来ですね、サンフランシスコ。いいな、また行きたいな。サンフランシスコはね、結構綺麗な街なんですよね。私も、一回しか行ったことないんですけど、いいな。うわ、クオリティ高っ。はあ。では引き返しですね。今から私の訓練、着艦訓練やっていきます。最高ですね。もう少し綺麗に見えればいいのになと思いますけどね。このちょっと近づけば綺麗になるのかな。このゴールデンゲートブリッジも美しい、美しい。では空母に戻って着艦していきます。もうこういうふうな低高度で対艦攻撃ってこんぐらいの高度ですかね。どうなんだろう、やったことないからな。
まずはですね、ノーマルのパターン飛んでいきますね。ノーマルのパターンは上空からピッチアウトして、でダウンウィンドに入っていくパターンですね。まずこれやっていきます。これは DCS で習いました。 DCS でもこの機体があればいいなと思いますけどね。ないのかな。ではイニシャルに入っていきます。OK、ピッチアウト200ノットフラップダウンギャダウン。ロールアウト。いやどうでしょう。でここでフックダウンですね。あフックダウン。ターニングウェイス。うわかっこいいな。かっこいいですよ。俺は。これはかっこいい。今のところめちゃくちゃ操縦しやすいですね。もう綺麗にファイナル来ました。速度を下ろしていってピッチを修正して150で見事ですね。こんな感じでここから速度を OK。 そうですね。でフックあげます。フックアップ。やはり T45 空母似合いますね。かっこいいわ。やはり空母のクオリティは DCS、 これがもう一番ですね。ちょっと DCS をやってからこの空母やるとですね、ちょっと物足らなさを感じますね、このクオリティに。残念ながら。でパーキングブレーキセット、キャノピーオープンします。本日はサンフランシスコのフライト、それと発着関空でやってみました。いかがだったでしょうか。またいろんなところ飛んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、どうもありがとうございました。では、失礼します。